まあ普通にね、アプリ画面で起動しましょう。s ボイスこんにちは。あえて嬉しいです。おはよう。はい、まあこんな感じでちょっとね。 日本語のね、イントネーションがね、変なところもあるんですが、まあまあまあ、面白い機能なのかなというふうに思います。例えば、アップルの株価。はい、えーまあ、こんな感じで、えー、s ボイスの画面の中で、えー、表示されることはないんですが、まあ、Google 検索だったりね、えー、そういうふうに飛ばされます。 あんまりね、面白い人ではないですね。まあ、あのアップルの CD だったりすると、もう少し面白い解消をしてくれると思うんですが、いすがはい。僕としてはやはりこういうふうなね、解をしてくれる方がまが好きなんですが、まあ、ここはね、まあ、人の好みだと思います。 で次にカメラですね。まあやっぱりギャラクシーのカメラっていうのは昔からねあ iPhone と比較してるだけあって綺麗だなというふうに感じたんですがまあやはり2014年の端末ということを考慮するとかなり綺麗に写ってるなというふうな感じがしますえっ、ー、とちょっとね見にくいとは思うんですが、えー、こういうふうにモードというものがありまして美肌モードリアカメラ自撮り洗濯、えー、フォーカスパノラマスローモーションでデュアルカメラというのもあります まあ今はやりませんが。えー、で、このね、えー、設定アイコンを押すと、はい、こんな感じでいろいろと出てくるわけですね。えー、と、正直 Apple のね、あのー、カメラアプリって 4K とフル HD のね、あのー、切り替えすらちょっとね、めんどくさい感じになってるので、こういうのはね、あのー、少しは Apple もやってくれればいいかなというふうに思います。はい。こういう感じで簡単にね、切り替えすることができます。 4対3でも撮れるみたいですね。はい。まあ、あの、撮った画像はこんな感じです。 はいえー、まあ比較対象が最新の、ね、iPhone になっているので、まあ、なかなか見劣りする部分はあると思うんですが2014年の端末ということを考えると、まあ、やはりかなり頑張っているなという風な感じがしますね。まあギャラクシーのすごいところっていうのは認めざるを得ないところではあります、はいえー、Apple でも最近になって、ね、やりだしましたが Galaxy、えー、は、ね、ちょっと前から省電力モードっていうのをいろいろと頑張っておりまして。 えー、ウルトラ省電力モードというのがあります。まあ、ネーミングセンス的には僕はあんまりいいとは思わないんですが、まあ、機能としてはね、なかなかやるなっていう風な感じがします。はい。えー、UKEL の特徴を生かしてね、黒の部分はね、電力使わないので、こういう風な簡単な、えー、アプリアイコンだけ表示して、えー、画面もね、できる限り暗くという風な感じになっています。はい。まあ、時計とかはね、 普通に使えるんですがまあせっかく省電力モードやるんだったらこれも全部黒で白い文字にすればいいのにっていうふうに思って少しねあの甘いところはあるんですがまあまあまあこういう機能があるだけでもすごいかなというふうな感じがしますえっ、ー、と省電力モードを切るにはどうすればいいんだはい無効というふうにね押せば戻るみたいですねはい えまあこういう感じで Galaxy Note Edge の方をねいろいろ紹介してきたわけなんですがまあ正直なところよく頑張ってるなっていう風な感じですねえまあ前回お話しした通り本当に Apple が Edge スクリーンを搭載するようなね局面ディスプレイの iPhone が出てきたらえ彼らが追ってくるだろうっていうのはまあ本当のことになってしまうし少しねあの残念な点もあるんですがまあ こういう使い方もあるんだなっていうふうな勉強ができました。えっ、ー、と、一つね、使いにくいところがあって、まあ、これはね、あの、もう解決してる問題なので、ここを指摘するのはナンセンスだと思うんですが、えっ、ー、と、ちょっと、たまにね、あの6.0のアップデートバグるんですよね。突然落ちちゃったり、あ、はい、こんな感じで通知が来ます。えっ、ー、と、指紋認証のやり方が、 えとタッチするだけじゃなくてすごく使いにくい感じになってますはいえっ、ー、と指先で下にスワイプする形でこういうふうにスワイプする形になってますちょっとやりにくいんですかで、えー、センサーの部分がこのボタン全体についてるわけじゃなくて 真ん中の部分にしかついてないような感じになってるので、えー、このね指紋入賞っていうのがすごく面倒くさいですなので僕はあの指紋入賞切ってたんですがまあこういう感じでねできるわけですねでさらに10回またスワイプしないといけないという感じでとてもやりにくいですはいまあ,あの欠点としてはこれだけなので、まあ、すごい端末だなというふうに思いました え格安シムの端末でどれ使おうか考えてる方いらっしゃいましたらこの Galaxy ノートエッジ1万5000円ぐらいで買えますしまあスペックも高めなのでいいかなというふうに思います au 版ドコモ版それに白黒2つありますからねなかなかいいんじゃないかなというふうに思います、えー、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思いますそれでは。